シンガポールだとこうミスをがちょっと多いかなとか、はい、後半足が止まっちゃうなとか、あ、そういう違いは少なくとも日本との違いはあるかな。それ何なんだろう、はい、こんにちは、撮影日2019年1月5日、今日のゲストはどうぞ。シンガポールのカンピネスローバーズ FC というチームでやっているめぐみぐうたろうです。めぐみ選手です、よろしくお願いします。めぐみ選手はすでにシンガポールで何年かプレーされているということで、今回何シーズン目になりますか？今年で3シーズン目になります。3シーズン目、はい、ちなみにシンガポールに至るまでの過去の、まあ、経歴をちょっと高校ぐらいから教えてもらえると。高校は兵庫県の滝川大学高校というチームでやっていて、まあ、はい、全国高校サッカー選手権で、はい、優勝という経験をして、はい、でその後大学で進学したんですけど、それは青山学院大学という大学でサッカー部として4年間やり、はいはい、そこからJリーグに入れず、はい、1年間社会人のチームでトレーニングの試合を積み重ねながら、うん、その後はシンガポールのトライアウトの情報があったので、トライアウトを受けて、で今のタンピンスローバーズ FC というチームと契約にして、今年3年目になるというシーズンで、うん、そういう経歴でやってます。シンガポール3シーズン目ということで、もうだいぶシンガポールサッカーにも慣れてきたとは思うんですけれども、はい、どうですか、日本のサッカーとシンガポールサッカーの違いみたいなのを自分でこう気づいているところがあれば。まあ、結構違いは多くあるんですけど、はい、まあ、やっぱ日本のサッカーの方がやっぱみんなボールが扱いが丁寧というか、あ、はいはい、まあ、ミスが少なくて、うん、まあ、練習の雰囲気とかも、うん、まあ、日本の方がもう少しキビキビしてるというか、うん、気を張ってないとしっかり、はいはい、やっていかなきゃいけないなっていう感じなんですけど、はい、まあ、シンガポールだとこうミスがちょっと多いかなとか、はい、後半足が止まっちゃうなとか、そういう違いは少なくとも日本との違いはあるかな。それ何なんだろう、単純にフィットネスレベルの違いなのか、シンガポール暑いからバテるっていう違いなのか。まあ、気温の関係でバテるっていうのもあるんですけど、はいはいはい、まあ、フィットネスレベルの違いっていうのは少し少なからず感じるかな。なるほど。そんなタンピネスローバーズですが、はい、ちなみに去年のリーグ成績はどんなもんだったんでしょう？去年はリーグ国内で4位という成績で終わって、うん、まあ、上位に日本のチームと、うん、もう一つブルネイっていうチームの、うん、外国のね、そう、はい、国のチームがあったので、まあ、はい、4位という成績は、うん、まあ、来年 AFC カップというアジア大会に進める条件を勝ち取ったっていう感じの成績で、はい、まあ、今年は AFC カップという試合で東南アジア各国行って現地で試合して、うん、ホーム&ウェイで、まあ、いろんな国でサッカーするっていう状況になってますね。楽しみですね。じゃあ国内リーグと合わせ、海外遠征して FC カップと、具体的には どの辺の国のどのチームとも多分グループ分け発表されていると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、最初の初戦はミャンマー行って、ヤンゴンユナイテッド FC というチームとミャンマーへ現地に行って試合して、はい、いいですね。まあ、あとカンボジアのチームももう1チームあるんですけど、うんうん、まあ、そのチームちょっと今名前が、はい、分かるんですけど、あとはベトナムの、はいはい、ハノイ FC というチームと、あ、強豪、はい、まあ、僕ら去年やって結構残された経験があるのでリベンジ、リベンジ、リベンジという感じで、はい、まあ、向こう行って、まあ、向こうのチームもこっちに来たりするんで、はい、まあ、それでどういう結果になるかなって感じ、まあ、でも国際試合っていう感じなんで、まあ、向こうの国とはそれはそれでまた違い、雰囲気、サッカーの雰囲気があるんで、はい、まあ、すごい楽しみであります、はい、今普通にシンガポールのオーチャード・ロードという目抜き通りで探してるので、はい、いろいろ雑音がですね周りの音が入ってますが、はい、今年の個人的な、まあ、目標もしあれば、は10得点10アシストとMVP 受賞という目標は日本で自分で決めて、はい、そういう気持ちでシンガポールに入ったっていう過去があるんで、あとは、まあ、はい、結果を残したその上で、うん、来年もっといいクラブやもっといいリーグや、うんうん、そういうチームへの移籍とかも、うん、まあ、視野に入れて、うん、他
今年は活動していきたいなっていう。もしね、あのシンガポール在住の人とかシンガポール来る人が試合見に来ていただけることもあるかもしれないし、最近では、はい、あの Facebook ライブとかでも試合放送されたりすると思うんですけど、そうですね、はい、俺のズバリここを見てくれ的なところアピールがあれば。まあ自分は完全にスピードの選手、ドリブルですね、はい、あのドリブルを得意として、はいはい、あのたくさんチャンスを作って もちろん点も取って、うん、まあ、アシストもしてっていう、まあ、求められてることはそこなんで、うん、まあ、一番はドリブルを見てほしいです。中盤のサイドをやることが多い。そうですね、まあ、右左どっちもあのやれるので、はい、まあ、右左それぞれのプレーパターンがあるので、まあ、そういう違いも見てもらえたら、まあ、自分はすごく嬉しいです。国内リーグ戦開幕は2月の2月の16日ですね。2月の16日ですね。対戦相手がアルビレックス。おお、日本人チームです。アルビレックス去年リーグ優勝。そうですね、去年リーグ優勝無敗でやってるんで、ちょっと、はい、調子乗ってることもあると思うんでちょっと気合い入れて、気合い入れて、はい、勝ちたいなと思ってます。楽しみにしています、はい、ということで、そんなめぐみ選手の2019シーズン、みんな応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。